ああ、またストライクワールドの消滅に一歩近づいてしまった。天界の神様が消されたことと関係あるであるか？おそらくな。だったら早く仲間を集めるである。焦るな、ウスラポンコツ。共に戦う仲間はまだ他にもいる。まずは味方を知ることだ。新しい仲間であるか？名はソロモン。相当な力を持つ精鋭のようだ。ソロモン。あ、新キャラ来た！また調子悪くってね。悪いんだけど、また頼めるかい？うん、もちろん。お待たせ。ありがとう。ああ、これ持って行ってよ。やったおい、今日から王位選定の儀だろ。急がなくて大丈夫なのか？あ、そうだった。じゃあ行ってくるね。うまくやれんのかね。まあ毎日失敗するわけでもないし、きっと大丈夫だろ。ナエルク、やっぱり心配だね。おじいちゃん、頑張ってくるね。ねえボスケ、少しは王族としての自覚を持ちなさい。ソロモン様、厳粛な王位選定の儀に走り込んでくるとは何事ですか？すみません。いいですか、隣国サイザリー帝国をはじめ周辺各国が本国を狙う動きを見せている今、砂漠の国とていつまでも同盟を維持し続ける保証はありません。空位となっている王座につく方は国民に安心を与え平和の維持に努める義務があるのです。心してください。はい、レビー、お互い頑張ろうね。ではこれよりレシアル国第三代国王を決める王位選定の儀を開始します。まずソロモン様、
得意とする攻撃魔術の披露をお願いします。はい。よし、エレファス・オムカ。次、ベビー様。はい。エルシリス。お見事です。腕を上げられましたね。聞いたか、サイザリー帝国が出兵の準備を始めてるらしいな。本当かい？そりゃ大変じゃないか。サイザリーが攻めてこようが、砂漠の国が攻めてこようが、どうせまた結界も破れねえで帰ってくのがオチだろう。その結界だけどさ、大丈夫なのかね。何が？守られてるのが当たり前みたいに思ってたけど、魔道具みたいに壊れたりしないかね。おかみさん、心配しないで、私がみんなのことを守るから。ソロモンちゃん。約束する。もしもの時は私が何とかする。みんなを守るよ。だからおかみさんは安心していいからね。ありがとう。それじゃあ期待させてもらっちゃおうかな。うん、任せて。みんなが安心して暮らせるように早く何とかしないと。私がもっと賢ければみんな幸せに暮らせる。私は英知が欲しい。ちゃん、調子はどうだい？今日も頑張りないよ。ありがとう。あ、新しいほうき買ったんだね。ああ、でも今は魔法陣書いてる暇なんてないだろう。ほら、大井選定の儀が。はい、完成。それじゃ、行ってきます。ああ、ありがとう。あ、買ったばっかしなのにな。なあナエルくん、どうなってんだい。では王位選定の儀2日目を始めます。まずは
魔法薬の腕前を見せてもらいましょう。レヴィ様。はい。透明薬です。お試しください。その年齢で透明薬の調合に成功するとは、素晴らしい努力をされましたね。ありがとうございます。次はソロモン様。はい。え、わかる。これも、これも。ソロモン様、早くしてください。はい。完成しました。効能はどのようなものですか？怪我に効く万能薬です。少々の傷なら一日もすれば完治するはずです。では。この傷が明日の最終日までに完治するなら素晴らしい魔法薬と言えますが、さて。能なソロモンか。どうして熟練者とて成し遂げるのが難しい魔法薬を。お見事です。では次の課題です。エタティーベル、イオルテセット。では次、オーダロット。おお、宇宙に。ソロモンちゃんすごいわ。すごい。大丈夫？あんな奴に王位を譲ってたまるもんか。こんな難しい魔術書もわかる。でもどうして。これで強力な使い魔を呼び出すことができれば結界がなくなっても。イグナーチ、ドローズ、エキサコアラキシュ、アラクレダオカヒ、ナパテプチイーシュ。